皆さんこんにちは、にへいです。今日は中山区にある 2LDK 2バスルームの物件をご紹介します。この物件めちゃくちゃいいです。本当いいんですよ。ただ1点ですね、どうしても微妙なところがあって、それを除けば100点満点の物件です。それでは早速見てみましょう。場所は台北市内中心部の中山区にあります。マンション前にはセブンイレブン、あとは日本の JA がやっている食料品店なんかもあります。もちろん近くには台湾のローカルのスーパーもあります。こちら築1年でして、外観すごい綺麗ですよね。こちらがエントランスです。管理人さんも常駐しております。あとちょっとしたジムも脇についております。エレベーターもカードキー形式なので、セキュリティはまず安心です。物件フロア到着しました。お部屋見ていきましょう。入ってすぐにリビングダイニング。もちろん日本みたいな靴を脱ぐ玄関っていうのはありません。こちら12階でして、日当たりもすごくいいです。リビングダイニングはすごいいいんですが、このキッチンとリビングダイニングの間にテレビがあるんですよ。おそらく間仕切り的な感覚で置いたんでしょうけど、これがちょっと微妙なポイントです。このテレビの斜め後ろにガスコンロがあって、料理中の油とかも跳ねるでしょうし、あと何より地震が怖いんですよね。この大きなテレビをテレビボードの上に置いてあるだけなので、ちょっと大きな地震が来たら危ないんじゃないかなと思います。この物件、これがもったいないんですよね。リビングダイニングのこの家具の配置がいまいちなんです。こちらがベランダです。12階なので目の前に遮る建物がないのがポイントです。ちなみにこちらの画像は7階のベランダからの眺望ですが、やっぱり比べると高層階の方がいいですよね。こちらが書斎です。エアコンもついております。こちらがバスルームです。ウォシュレットもついています。最後に主寝室です。壁面が全部収納になっているので、収納量は結構あると思います。この真ん中のアクセントになっている緑色、これ結構好み分かれますよね。僕はいまいちでして、色変えたり外せないかやってみたんですけど、ちょっとできなかったです。次に主寝室のバスルームを見ていきます。海外でよくあるタイプのものでして、バスタブの上にシャワーがついているタイプのものです。トイレに跳ねないように半扉がついています。いかがでしたでしょうか。この物件立地もいいですし、室内の状況もかなり綺麗です。ちなみにですね、僕はこの物件も10組近くご案内してるんですが、お客さんの反応はですね、パッと見悪くないけど住むにはどうかなと言って決定には至っておりません。本当に僕もよくわかります。この家具の配置とサイズ感がちょっと微妙なんですよね。この間取りだと、単身夫婦、あとせいぜい小さいお子さんがいる世帯が、想定されるお客さんなんですけども、そうなると、テーブルのサイズも大きいし、椅子も多いんですよね。ましてテレビの配置だと危ないので、まずお子さんがいるご家庭は選べない、選ばないと思います。お客さんのコメントって本当にまとえていて、パッと見悪くないけど住むにはどうかな、これに尽きると思います。単身のお客さんでテレビ見ないから、端の方に寄せておけば良いよっていう方なら、このデメリットも違和感なくて、100点満点になれる物件なのかなとも思います。本日は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。